政府が今日夕方、経済財政諮問会議に示す骨太の方針の骨子に消費税10%への引き上げを今年中に判断すると明記していることが分かりました。経済財政諮問会議は、今日から経済財政運営の指針となる骨太の方針について具体的な検討に入ります。来年10月に消費税を10%に引き上げるかどうかは、 安倍総理大臣が経済状況を勘案した上で、12月に決定する方針で、骨太の方針でも判断は留保した形となりました。一方、財政健全化に向けて、国と地方の基礎的財政収支を2020年度までに黒字化するという目標が改めて盛り込まれました。しかし、どう達成するかは、具体的な道筋を早期に明らかにできるよう検討を進めると、 曖昧なな表現になっています焦点の法人税率引き下げは来年度から引き下げる方針を明記するかどうか与党との調整が続いています。